この動画では、オンカジサイトトラストダイスから無料でもらった暗号通貨を出金する方法について解説します。はい、こんにちは、ハチノです。今回はトラストダイスの出金方法についてね、解説していきたいと思いますけれども、私の YouTube の動画のコメント欄にこんな、ね、ご質問というか、はい、コメントいただきました。いつも有益な動画ありがとうございます。出金拒否されました。入金して遊ばないといけないです。うまい出口戦略をお願いしますということなんですけども、これですね、入金して遊ばないといけないですっていうのは運営に確認されたんでしょうかね。多分確認してないんじゃないかと思いますけれどもね、遊ばないと出金できないっていうことは特にね書いてないので、多分ですね、出金申請もう一回ねトライしていただければと思います。なんでかっていうと、実は私もね1回目出金した時に拒否されたんですよ。で、何か問題があるのかなと思って、でもう一度ね、再度出金申請しましたと。で、時間を見ていただきたいので、ちょっと小さくて申し訳ないですけど、8時48分に出金拒否されて、申請して拒否されて、もうその6分後ですね、めげずに、はい、もう一度出金申請したところ、はい、2回目はすんなり、ね、確認済みということで、出金できましたので、なんかね、多分、初めて出金するときに、こう、運営側でなんかチェックするために一回拒否するんですかね、わかんないですけども。はい。なので、私はね、2回、連続で出金申請したら2回目で通りましたので、ね、1回出金拒否されたからといって、まあ、めげずにね、もう一度やっていただけたらと思います。はい。ということで、じゃあね、具体的に出金どうやってやればいいのということで、詳しく解説していきたいと思います。はい。まずはね、トラストダイスのトップ画面で、右上にね、こう、暗号通貨の残高があって、その隣に、ね、入金というボタンがありますので、この入金をまず押してください。はい。そうしますと、こんな画面になると思いますので、ここね、バッテンで消していただいて、はい。で、この画面で、出金というところを押してください。ね、今は入金になってますので、出金というところを押していただくと、はい、出金のところにね、赤く印がついて、で、通貨を選択できますので、ここのね、上下の矢印ボタンを押して、はい、こんな感じで通貨を選択していただいて、私は今回はね、USDT で出金したいと思いますので、USDT を選択しますと。はい。で、USDT ですね、2種類のネットワークで出金できますということで、TRC20、ERC20 ですね。TRC20 っていうのはトロンベースのネットワークですね。で、ERC20 はイーサリアムベースになります。で、まあ、イーサリアムね、今、手数料が高くなっているので、イーサリアムベースだと手数料が高いので、手数料安くしたいよっていう人は、TRC のネットワークでやっていただければと思います。はい。で、こちらに、TRC の USDT のアドレスですね。はい。をコピペして、その下に金額を入力しますということで、今回はですね、私、バイビットの方に、はい、出金したいと思いますので、はい、こちらがバイビットのアプリの画面なんですけども、バイビットをね、口座をお持ちの方は、こちらから、右下の資産のところから、はい、この入金というところを押していただいて、で、暗号通貨は USDT 選択しますと。はい。で、そうしましたらですね、ネットワークというところね、必ず切り替えてください。で、今回私 TRC20 のネットワークで送金するとね、さっき言いましたので、はい。この中からネットワーク TRC20 を選択します。なので、ね、イーサリアムベースですね、イーサリアムで出金したい方は ERC20 を選んでください。私は今回 TRC20 で送金しますと。はい。で、TRC20 に切り替わったら、こちらにね、TRC20 の USDT のアドレスが表示されてますので、こちらをコピーして、まあ、先ほどのアドレスのところに貼り付けてください。はい。でね、バイビット口座もし持ってない方いらっしゃいましたら、こちらのね、動画で詳しく口座の解説方法、ね、解説してますので、口座の作り方を解説してますので、はい、こちらの動画見ながらね、作っていただければと思います。はい。じゃあですね、こちらに USDT、TRC20 の出金アドレスですね。コピペしましたと。で、金額ですね。今、282. なんちゃらあるので、はい、282と。で、手数料がね、1USDT 取られますので、着金するのは 281USDT になりますね。はい。ということで、はい。じゃあ、
もし問題なければここで出金と押してください。はいはい、そうしましたらこれ初回ですね、多分1回初めて出金するときに出てくるんじゃないかと思いますけれども、セキュリティ認証ということでね、こんなポップアップが出てきます。で、この画面でね、まずはこのメール認証コードを送信というところをボタンを押してください。はい、そうしましたらこんな感じで、右上の方にね、メッセージが出ます。6桁の認証コードが、登録しているメールアドレス宛てに送信されましたと。数分以上経っても届かない場合は、迷惑メールホルダーをご確認いただくか、メールを再送してくださいということで、まずはね、メールを確認してください。はい。で、メールを確認するとね、こんなメールが届いてると思います。はい。ね。ということで、こちらに、認証コード、6桁の認証コードありますので、こちらの数字ですね、まあ、コピペするなり控えて、先ほどの画面に戻って、はい、ここにね、メール認証コードを入力しますと。で、入力しましたら、送信と押してください。はい、そうしましたらね、また右上にポップアップ出て、出金要請が送信されました。24時間以内に送金されますということで、で、まあ24時間って書いてありましたけれども、私の場合はすぐに、はい、着金しました。で、こちらがバイビットのね、アプリの方の入金のメッセージの画面になりますけれども、時間注目していただきたいんですけど、8時58分に届いてますので、ね、24時間なんて書いてありましたけれども、10分以内ですかね、はい、6分くらいで、着金できましたということで、無事に着金できましたので、はい、この手順でね、やっていただければと思います。はい。で、おさらいになりますけれども、ね、多分初めて出金するときに拒否されましたって出るんじゃないかなと思うので、めげずにね、再度出金申請してみてください。それで出金できなかったらね、ちょっと運営の方に問い合わせいただくのがいいんじゃないかと思います。ちょっとね、推測で申し訳ないんですけれども、ね、カジノで遊ぶ遊ばない関係なく出金できると思いますのでね、はい、ね、一応日本ではね、カジノで遊ぶとね、法律違反になってしまいますので、カジノで遊ばなくても、はい、出金できるということで、はい、ね、めげずに、拒否されてもめげずにね、申請してみてください。はい、こんな感じでね、出金できましたので、はい、やっていただければと思います。はい、ということでね、トラストダイスまだやってないっていう方はね、ぜひこちらの動画で詳しく登録方法を解説してますので、はい、こちらの動画見ながら登録していただければと思います。で、トラストダイスですけれども、2022年の10月にね、この報酬が、無料フォーセットの報酬がアップしてますので、約 1.3 倍ですね、アップしてますので、かなりフォーセットとしてはね、高い金額設定してますので、まあ、オンラインカジノやっぱ儲かってるんだと思いますね。はい。で、なんで無料でね、配ってるかっていうと、まあ、要は客寄せですね。客寄せのためにこんな感じで、配っているので、ね、せっかく配ってるんだったらもらいましょうということで、はい、ぜひね、やっていただければと思います。はい、ということでね、今回は、トラストダイスの出金方法について解説しました。ね、1回目まず、もしかしたらやっぱ拒否される可能性はあるので、まあ、拒否されたからといって、で、特にね、問題なければ、結構ね、金額でかかったりするとね、拒否されることが多いです。他のフォーセットサイトとかでも。なのでね、まとまった金額を出金するよりは、もう最低出金金額に達したら、こまめに出金するのがいいと思います。大きい金額だとね、やっぱり運営から目をつけられるので、ね、細かい金額でね、何回かに分けて出金すると、運営に目立たないで出勤できますので、はい、そういったところは気をつけていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。日本語対応しているオンカジサイト、トラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。ペットフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また、12時間に1回、
最大 1BTC が当たるスロットが回せます。2018年から運営している温家寺サイトで無料ホセットとしては業界最高報酬の BS スピンです。20分ごとに無料でビットコインをもらうことができ、1日最大2160サトシをゲットできます。無料で仮想通貨ソラナが稼げるフォーセットサイトを紹介します。フリーソラナと運営元が同じ姉妹サイトでビットコイン、BNB コインも稼ぐことができます。無料で暗号通貨がもらえるフォーセットサイトの20番目のコインは BFG トークンです。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の BFG トークンがもらえます。BFG トークンをベッドフューリーでステーキングすれば、さらに暗号通貨を増やすことができます。姉妹サイトで全部で20種類の暗号通貨がもらえるので、全部登録しましょう。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター、2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。2023年はライトコインが来るかもしれないということで、ライトコインのフォーセットを集めてみました。ライトコインは国内の取引所で直接日本円に交換が可能なので、たくさんのフォーセットから無料でもらいまくりましょう。新しいフォーセットサイト、フリー LTC の登録方法を解説します。2013年から運営している老舗のフォーセットサイト、コインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。独自のポイントダッチーを貯めて70種類以上の暗号通貨に交換できる無料フォーセットサイト、ファイナルオートクレームです。30分ごとに回せる2つのスロットと PTC ショートリンクでポイントを貯めて、ポイントを使って好きな暗号通貨に交換することができます。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi&NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。トラストパイロットで4つ星以上を獲得しているビットコイン専用のフォーセットサイトを3つ紹介します。15分ごとにビットコインを無料でもらうことができます。5分ごとにスロットを回して暗号通貨をもらうことができるフォーセットサイトを一気に3つ紹介します。短時間で一気に作業したい方、とにかくたくさんのフォーセットサイトで稼ぎたい方におすすめです。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイト、コインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。マイクロペイメントに対応したマルチカレンシーウェブサイトウォレット、フォーセットペイです。多くのフォーセットサイトと提携しており、フォーセットペイへの出金の場合、最低出金額が低く手数料をゼロに抑えることができます。フォーセットクリプト .com、 無料でコインを獲得して17種類の暗号通貨で出金が可能なフォーセットサイトです。30分ごとにクレーム請求したり、デイリーボーナスやレベルボーナスでコイン獲得数を高めることもできます。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している、実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。ハニーゲインに続く無料で稼げる不労所得アプリ、ポーンズアップです。機種変した古いスマホでも十分に稼げるので、
個人情報が気になる方でも取り組めます。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。自動的にお金を稼ぐウェブサイトマイニングアプリスエルディートです。家を購入し毎日ワンタップでコインを稼ぎ暗号通貨と交換できます。自動的にお金を稼ぐウェブマイニングアプリアイドルバンクです。1日1回ワンタップで実際のお金と交換可能なコインを生成する仮想銀行を開くことができます。1日1回アイスクリームマシンを起動して暗号通貨を稼ぐクリームゲームです。アプリのダウンロードは必要なく、ウェブサイトでマイニングするフォーセットサイトです。18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。 PTC 広告で稼げるサイト ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。日常生活で移動するだけで素敵な特典をゲットできる ANA ポケットです。たまったポイントでクーポンに交換したりガチャに挑戦することができます。ガチャの特典には ANA 航空券やマイルやスカイコインがあります。移動した距離と移動手段に応じて稼げる Move to Earn アプリマイルズです。毎日の移動や通勤通学でマイルを貯めて、たまったマイルを使って協賛企業の特典をゲットできます。広告視聴の必要がないのも嬉しいです。歩いてマイルを貯めて T ポイントに交換できるアプリ T ヘルスケアです。簡単なクイズや T ポイント加盟店にチェックインでマイルが貯まります。面倒な広告を見なくてもポイントが貯められる8のおすすめウォークトゥーアンアプリです。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリスウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので、今からたくさん歩いて稼ぎましょう。歩く、水分補給、瞑想、睡眠などの健康課題を完了することで暗号通貨を獲得できる Move to Earn アプリパムルです。 iPhone のヘルスケアや Google Fit と連携しているので、他の Move to Earn アプリと併用して暗号通貨を稼ぐことができます。歩いて稼いだポイントでギフト券がもらえる Walk to Earn アプリステッパーです。他の Walk to Earn アプリに比べて広告が少ないのでポイント回収しやすいおすすめのアプリです。毎日の身体活動、ウォーキングとランニングをゲーム化し、より健康的なライフスタイルを簡単かつ楽しく維持できるようにする Web3 ウォーキングアプリウォーケンです。完全無料で稼ぐのは難しい可能性がありますが、キャラクターを育ててバトルを楽しむアプリとして遊んでみてください。アルコイン、移動するだけでコインやポイントがもらえるので、ウォーキングや散歩ダイエットの習慣づけ、健康管理、ヘルスケアに効果的です。アルコインは歩いてポイントを貯めて、貯まったコインをいろんなペイと変えられる無料の歩数計ポイ活アプリです。歩いて稼ぐウォークトゥーアンアプリの第5弾はアルコです。歩く以外にもビットコインやイーサリアムの価格予想で稼いだり、ミニゲームでも稼げます。ヘルスケアアプリと歩数連携しているので、他のアプリと合わせて稼ぐことができます。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリコインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。ビットウォーク、毎日歩くだけでビットコインが貯まるムーブツーアンアプリです。広告動画を見て5倍のビットコインを稼いだり、
ビットコイン価格を予想して稼ぐガチャで稼ぐこともできます。招待リンクからの登録で100回分報酬を2倍で受け取れます。日本人の10人に1人が使っている移動するだけでポイントが貯まる超簡単ポイ活アプリトリマです。位置情報と歩数データ両方の移動にそれぞれポイントがつきます。移動以外でもポイントを稼ぐことができるアプリです。歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリアグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。メタバースで靴を拾うと本物のスニーカーがもらえるそうです。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在 iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアン、ムーブトゥーアンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。コアマイニング、日本では全然知られていないですが、2022年9月時点でユーザー数8000万人超えの世界一の暗号通貨コミュニティです。ビットコインとイーサリアムのいいとこ取りしたブロックチェーンです。アプリでマイニングできるのは2022年12月12日までなので、今すぐマイニングを始めてください。未来のデジタル通貨チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ。2021年12月スタートしたばかりでファーストステージで稼げます。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや B ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。ゲームをすることでお金が稼げるアプリマネーウェルです。以前は放置しても稼げたようですが、最近はタスク完了やゲームで一定のレベルに到達しないとポイントが稼げなくなっているようです。ゲームをやる方であればついでに稼げると思います。元祖無料マイニングアプリパイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。 B ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた DI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。タイムストープです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。オープンインベスティングカーレンシーオピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web 3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で
NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。無料でビットコインがアーニングできるアプリエンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。